おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイターベルナビ紅葉です。今週10月4日はメインコンテンツであるルミナスダイアリーシリーズの8周年。それに合わせてこれまで VR チャットの内部で活動していた俺もいよいよリアルへ躍り出る算段がつきました。何よりも一番のネックだったのが収録する映像に対して自分をどのように同期させるかでした。これを解決しない限り実写映像とアバターの映像を合成することは難しいだろうと考えていたからです。そこで思いついたのが、先にとってアテレコするしかねえなって。ただこれにも問題があって、個々に台本を作るのはものすごく面倒。しかも週に合わせて2本投稿を目標にしている以上、その時間を確保するにも大変でしょう。そこで思いついたのが、全部アドリブでいいんじゃねえかなって。ということで、ルミナスダイアリーシリーズから引き継いで iPhone XS を使ったフィールドテスト、砲兵教団の撮影の後半を全編アドリブでお届けいたします。さあ元の場所に戻ってまいりました。さあ次は奥の方へ向かうことにしましょう。案外ブレないな、子供モバイル。なかなか地震もありましてね、なんかいろんな砲兵橋もいろんなところに変化があります。例えばあんなもんとか、多分ね、これも震災で地震の後に使ってた簡易トイレだとは思うんですよ。結構ね、進化するって。結構高度なウォシュレット付きの簡易トイレだったみたいです。簡易トイレって言っちゃダメだよね、緊急用のトイレですよね。さ、じゃあそろそろここで写真を撮ってみることにしましょう。 iPhone XS の写真はなかなか綺麗に撮れます。特に何も考えなくても、ほらこの通り。まあ一応カラグレとシャープレスはこちらでかけておりますが、なかなかのもんでしょう。お、ここでポートレート写真を撮ってみました。じゃあ早速こちらをね、iPhone 側の方で編集してみましょう。まずはね、新しい iPhone XS で、まあ多分10でもできるとは思うんですけども、被写界深度をポートレートモードの場合って撮った時だけ変えることができます。こうやってね、昨年もやったと思います。この照明を変更する機能とですかね。個人的にはこの輪郭強調照明にして F1.4 にすると、なかなかね、ボケが効いたいい写真が撮れるんじゃないでしょうか。見て、ほら、いいと思いません？ねえ。だ、というわけで、やってまいりました。砲兵橋の資料館でございます。ダム資料館っていうんだったかな。さあ早速入ってみましょう。ダム資料館は北海道の治水の歴史ですとか、地質学的な資料、または北海道の開拓史、開拓に関する治水の歴史、札幌市も含めてといった文章、写真を含めた、パネルが飾られています。本当はね、この展示もね、動くはずなんですけども、毎度のこと故障中でございます。残念。さあ、2階に登ってみましょう。なんかね、いろんな展示が取っ払われたんじゃないかなって思うぐらい、広いんですよね。一応、生きてるのはあの展示っていうか、全部ついてる。いつも全部ついてないのに。で、パソコンコーナーというものあります。見てください。この CRT モニター。どうやらもともとこの資料館の名前は、ひふみみはなめっていう名前だったらしい、名前らしいです。まあ今でもその名前は残ってあるみたいですけどもね。
うわ、すごい、この、なんだろう、平成的な、平成初期的な。さあ、砲兵橋、このダム資料館の外を出ると、なかなかいい雰囲気ですね。上段湖、ダム湖でございます。ここのね、岩肌のところに、見てください。おそらく白樺の木だと思うんですよ。まだ生きてますね。地震が起きようが、台風が起きようが、の木だけは絶対倒れないんですよ。しぶとい。で、おそらく台風の後処理だと思うんですけども、大量の流木を回収している業者さんがいましたね。いやー、ああやって撮るんだ。へえ。こんな感じで、ここもいいフォトスポットになるんじゃないでしょうか。絶景。さあ、砲兵橋のダムミュージアムをね、越えたら、まず最後に行く場所は、絶景展望レストハウスダムミエール。新しいコンテンツが開放されました。登るときはね、このショートカットを使うといいです。ダム、この一気にダム見えるところまで行くためのリフトカーっていうんですかね、これ。多分リフトカーっていうんだと思う。はい、到着でございます。絶景展望ダム見える、新しいインスタンスダンジョンでございます。光の戦士しかわかんねえな、これだ。この時期は営業しているみたいですね。いつも営業してない時期に入ったりしてるんで、お、入ってみましょうか。ダムカレー復活してるし、やべえ、食っちゃいましょう。というわけでご用意いたしました砲兵橋ダムカレー。今まで前見た時と比べるとね、いろいろとアップグレードしてるみたいです。唐揚げにポテトサラダ。いいじゃないですか。じゃあ早速食ってみましょう。意外に甘口ですね。そこまでなんだろう、カレーのスパイシー、さ、ダムカレーをいただいた後は最後の絶景スポット。このダムミエールの近くから隣から出ていくと、なんだろう、屋外テラスっていうの、そう、ここが最後の展望台でございます。さあ、いかがだったでしょうか。こちらが砲兵橋ダムでございます。 iPhone XS のね、写りも非常に良かったので、いや、何よりかなとは思います。期待できる iPhone じゃないかなと感じました。いや、ほんとアドリブ難しいわ。なんだろう、言葉が出ねえんだわ。こんなにも出ないとは思わなかった。まあでも、これは練習していけばうまくいけんじゃないかな。まあこれからもやっていくと思います。その時はぜひともよろしくお願いいたします。バイバイ。